NATO がスペイン政府に対して近く補給のためスペインの港に寄港を予定しているロシア海軍の艦船に対して燃料の補給は行わないことを求める要請を行っていたことが BBC などの報道により明らかとなった。ロシア海軍の空母アドミラル・クズネソブは現在対シリア戦に参加するためにジブラルタル海峡を通過し、現在セウタ港で補給を行うため港の沖合で当局の許可待ちの状態となっている。今のところスペイン政府はロシア軍艦船に対する補給は認める方針の模様となっている。アドミラル・クズネソブはセウタ港での補給が完了した後はシリア沖に停泊してアレッポのシリア反政府勢力への爆撃作戦に参加するものとみられている。 NATO は2014年3月のロシアによるクリミア侵攻以来ロシアが軍拡を進めていることに危機感を募らせており、改めてスペインに対して補給停止を要請することでロシア軍の動きに牽制をかける狙いがあるようだ。ロシアの軍事拡張を受けて強まっている西欧諸国との間の新たな緊張関係はコールド・ウォー・マーク・アイアイと呼ばれるに至っている。こうした情勢を受けてロシアのプーチン大統領は今週に入ってから NATO 諸国に対してロシアは防衛を第一に考えており他国を攻撃する意図はないとする声明を発表することで鎮静化に努めている。しかし今のところ NATO 諸国の間ではプーチン大統領の発表内容を真に受ける雰囲気はなく、シリア内戦問題はロシアと NATO 諸国の間で新たな緊張を増大させるものともなっている。